もうね、これぜひね、パウダーマニアの方には触ってみていただきたいんだけど、皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのチェリー日高です。今日の動画はこちら。はい、こちらはですね、繊細のアイテムたちです。繊細は2019年に日本に逆輸入されたブランドなんだけれども、海外、特にヨーロッパでは日本初のグローバルなラグジュアリーブランドとして熱いね、信頼を得ているブランドなんです。今回私もいろいろ使わせていただいて、納得って思うポイントがたくさんありました。そして今回は2月1日に発売されるコントワリングリップも全色紹介していきますので、気になる方はぜひぜひこのままご覧ください。どうぞ。はい、それではまず化粧下地いきます。こちらです。繊細 CP ブライトニングメイクアップベース、こちらつけていきます。手に出してみるとこんな感じで、ちょっとオレンジ味があるようなカラーついてます。カラーもテクスチャーもすごくね、肌なじみが良くて、こう白浮きする感じもなくて、程よくこう自然にトーンアップして、こう中肌のねテクスチャーをね整えてくれる感じ、すごい綺麗。あとこの自然なねツヤ感が出るのもいい感じだよね。そしたら次はね、ファンデーション。繊細 CP クリームファンデーション。私は CF の20番っていうカラーを使っていきます。こうやってね、手でなじませるのがおすすめみたいなんだけど、手でなじませるとさ、時間かかったり、あまり綺麗に広げられなかったりするじゃない?でもね、このファンデーションはね、すごくフレキシブルで、こう肌にね、溶け込む感じなんだよね。なのであまり頑張らなくてもすごく綺麗に肌が素早く仕上がる。このね、小鼻のとことかすごいね、なじみやすくて綺麗なんだよね。そう、まあジャータイプなのでちょっとね手間がかかるから、まあ好き嫌いはね分かれるかなっていうのはあるんだけど、仕上がりはねめちゃくちゃ綺麗だよ。カバー力足りないなっていうところは、もうちょっとファンデーションを指にとってトン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 重ねてってあげると、厚ぼったくなく重ねることができるんだよね。あくまでもナチュラルな素肌感が残るっていう感じ。うん、このファンデーションはねいいよ。一応繊細からもこういうスポンジが出てるので、最後をなじませてあげるとよりね化粧崩れしにくいかなと思います。そしたら次はね、パウダーでセットしていきます。ちょっとね使ってみてるんだけど、私このパウダーがめちゃめちゃ好きです。はい、繊細 CP プレストパウダー A っていう、このねプレストタイプのパウダー、こちら使っていきます。付属のブラシがこんな感じでさ、ちっちゃいんだけどね、これがねいい仕事してくれるの。じゃあこれでつけていきます。4色分かれてるんだけど、私はファーッと混ぜて使ってます。いきますよ。わかる?一瞬でふわふわフォギー肌みたいな、すごい綺麗じゃない？これはね、パウダーマニアは超うなると思う。って私もさ、初め使った時むちゃくちゃ感動したもん。あのね、お値段を見るとかなりね高級なお値段なので、ちょっと言いにくいんだけど、でもね最近使ったパウダーの中で一番好き。本当に綺麗。こうやってね重ねてってもすごく薄付きで、あの全然ねパッサパサ感、パウダーつけましたっていう感じにもならないし、薄付きなのにちゃんとね汗とか皮脂を吸着してくれる感じがあって、個人的にはねすごくねロングラスティングにしてくれると思います。ホットヨガ行ってレッスン終わった後もうめちゃくちゃ綺麗だったもん、このベース。あの化粧下地とファンデーションとこのパウダーの組み合わせ、保湿感を保ちながらロングラスティングにもしてくれる、とってもね神コンビネーションだと思う。もうねこれぜひねパウダーマニアの方には触ってみていただきたいんだけど、むちゃくちゃシルキーで、なんか最近本当にこのプレストでこの感じはね触ったことない。絶妙に白浮きしないようなカラーがついているから、出先でパッパッパってこうやってお直ししても、こうパサパサ感とかも出なくて、めちゃめちゃ綺麗。このパウダーは本当にいい。はい、ベースメイクこんな感じで仕上がりました。
アイメイクに入っていきます。まずは眉毛、繊細スタイリングアイブロウペンシル、私はね02番っていうカラーを使っていこうと思います。ちゃんとね絶妙な硬さのスクリューブラシもついてますよ。でね、このアイブロウペンシルがめちゃくちゃ使いやすいの、見てて、すごいクリーミーなの。あのね、さすが海外で愛されるブランドっていう感じ。眉の好みってさ様々だし、トレンドって移り変わるけど、私ねこういう海外のグラムメイクでするようながっつりね縁取ったような眉毛も好きなので、そういう眉毛ね作るの好きな方にはすごいおすすめ。クリーミーであっという間に仕上がるの。でもね、わかるかな、毛がくっついたりとかダマになったりしなくて、でもねこんな感じでブラシでぼかしてあげるとほわっという感じにもできるから、のっぴりしたね仕上がりにはならないし、このアイブロウペンシルも本当に好き、すごい使いやすい。はい、そしたらお待ちかねアイシャドウ使っていきます。繊細アイカラーパレットの02番ナイトスパークル、こちら使っていきます。もうさ見るからに使いやすいっていう感じのカラーでしょ。使いやすいな、使っていきます。私通常このね付属のブラシで使わないんだけど、これね毛足がね結構長いの分かる？すごいねちゃんとしてるの。なのでこれね使いやすいです、使っていきます。まずはこのカラーをふわふわのブラシにとって、アイホール全体に塗布して目元をねブライトアップしてベースを作ってきます。あのねこのアイシャドウパレットを使ったら、海外コスメ好きの方は特になぜ繊細が海外で愛されてるのかっていうのを理解できると思う。むちゃくちゃね発色もこの質もいいの。じゃあ次にこのカラーを同じブラシにとって、今入れたちょっと下あたりかなを意識して本当に簡単にザーッと入れてきます。サササッと仕上げただけなのに、もうなんかこう洗練された目元ができるでしょ。ものすごい綺麗な色選び、この色の配色と発色、そしてこの粉質の良さ、もうブレンドタイムほぼほぼゼロじゃんっていうぐらい。じゃあこのカラーを今度は指にとって、あっもう綺麗あの今入れたこのアイホールのさらに下のあたり、ここら辺全体にパーッと塗布してきます。わかる？すごい綺麗じゃない？じゃあこのチップの方にオレンジを取って目の下にも入れてきます。私よくさ下まぶたのアイシャドウのノリでそのアイシャドウの良さがわかるって言うんだけどこれはね持論ね。もう一発でめちゃくちゃ綺麗にのるんだよねこの発色。でも全然ゴテゴテしてなくて綺麗なの。しかもテクニックいらずでさーっとねブレンドして肌に馴染むの。ほほほ。じゃあ最後このカラーでちょっとね目元を締めてきます。もちろんね年齢問わず使っていただけると思うんだけど、年齢をね重ねたまぶたも綺麗にこうくすみを飛ばしてくれて、発色もすごい綺麗で、なんだろう、シワとかまぶたのこのたわみとかが悪目立ちしないんだよね。こう逆にこう綺麗に滑らかに溶け込む感じがして、すごいとにかく綺麗です。これはねあのオレンジメイク好きなんだけど、ちょっと発色とか奇抜なカラーさから大人の階段登りたいよっていう方はすごいおすすめのアイシャドウパレットです。そしたら繊細のラスティングアイライナーペンシルの02番、こちらのペンシルアイライナーと繊細のデザイニングリキッドアイライナーの02番、そしてマスカラは繊細ラッシュボリューマイザー38度、そう38度で追い落ちするっていうマスカラなんだけど、こちらで目元仕上げていきます。そしたらチークいきます。繊細ブルーミングブラッシュ04番っていうこちらのカラー使ってきます。これもね付属のブラシがね超いいんだわ。わかるかな、今さっとつけただけでもう綺麗にチーク仕上がってるじゃない。発色はいいのに全然こうムラ感が出ないっていうのは
すごい素晴らしいと思う。このさ、ブラシがいい感じにね、この2つのパウダーを受け取ってくれて、そして何も考えなくてもそれを綺麗に塗布してくれる感じがするの。だからこのね、パウダーとブラシが勝手にね、仕事をしてくれる感じって言ったらいいかな。すごいね、綺麗なね、仕上がりなんだよね。特に何も考えなくても。すごく絶妙なカラーで、特にこう、ビカビカになるとかっていう感じじゃないんだけど、こう、さらにね、くすみが飛ぶ感じで、透明感と、こう、鮮やかな華やかさが出てね、こう、ヘルシーな感じになるのが、すごいね、嬉しい。このカラーね、いいと思います。はい、これでね、アイブロウ、アイメイク、そしてチークは完成です。すごい可愛くない？すごい可愛いよね。そしたら本日のメインですね、リップをつけていこうと思います。使うのはこちらです。2022年2月の1日に新発売される商品で、繊細コントアリングリップスティック全12色です。ちなみにこちらはホルダーにこうレフィルを入れて使用するタイプです。でね、こちらのリップちょっとね、今までになかったなっていう感じで面白いんだよね。っていうのが、このリップを一塗りで唇のね、立体感を出してくれるっていうのが特徴なんです。そう、リップに立体感を作るときって、メインのリップのカラーの他にちょっとね、暗めのカラーでこう縁取りをして、ちょっと影をつけて、より明るいカラーをこう中央につけてとかって、そう、結構ねちょっと手間がかかるの。なんだけど、このリップはこれ1本でそのね、立体感がつけられて、唇をよりね、魅力的に見せることができるの。すごくない？で、どうやってその効果が期待できるのって思うと思うんだけど、秘密は炭の一滴だそうです。新素材の炭パールっていうのが入っていて、ちょっとね、色味をくすませることによって、光の当たり方によってリップのね、この高いところが赤く、低いところがより黒く見えることで、唇が立体的に見える、立体感のあるリップが仕上がるみたいです。そう、立体感って唇にふっくら感を出せる方法の一つなので、もうちょっと唇にボリュームを出して見せたいんだよっていう方、必見です。ではでは、12色つけていきたいと思います。私はね、個人的には CL8 番、この肌なじみのいいピンクと10番、このオレンジブラウン、めちゃめちゃ可愛い。このカラーと、あとね、特にこの11番が好きですね。この11番は今つけてるんだけど、なんか MLBB っていう感じ。マイリップスバッドベターっていうんだけど、こう自分の地のリップの色とほぼほぼ一緒なんだけど、これをつけることによってより鮮やかに、より綺麗に見せてくれるから、ナチュラルなメイクにもリップだけ浮かずにさ、こう馴染んでる感じがするじゃない？そういう意味では、すごくね、使いやすいなっていう風に思うのが CL11 番だなと思います。そして立体感わかるかな？これ結構ヌーディーなリップなんだけど、一色なのに、わかる？この影ができてる感じが。ね、あ、本当にわかるなっていう風に思った。塗り心地としてはもうまずね、とっても
とっても滑らか、もうスルスルスルって乗っていく感じで、見ててもらっても分かると思うけど、めちゃくちゃクリーミーです。全然引っかかりなくスルスルって塗布できるし、あとさ、この紅筆みたいにすごく細身で持ちやすいし、このヘッドのサイズもすごくさ、コンパクトで大きすぎないからコントロールがしやすいし、こういうね、口角のところとかリップの山、あとね、ラインもね、綺麗にね、引きやすいと思います。あとね、今回のリップのカラー展開ってもうめちゃくちゃあるから、12色あるから、一体どの色が自分に似合うんだいっていう風に思ってる方あります。そんな方のために、繊細はオンラインでこうどのメイクが似合うかなっていう、そのカラーをね、確かめられるバーチャルメイクアップのサービスがあるんです。色味をね、確認したい方はぜひぜひね、このサービス使ってみてください。サイト内でカラーメイクのバーチャルメイク体験はもちろんなんだけど、ファンデーションの色を選ぶこともできるファンデーションファインダーとか、今の肌の状態を分析して適したスキンケアアイテムを紹介してくれるシルクスキンチェッカーっていうのもね、体験できるみたいなので、気になる方はね、ぜひぜひ試してみてください。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。今日の動画も何か皆さんの参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。